先週のジャイアンツは4勝1敗という結果でした、ねうん。やっと落ち着いてきたかなという感じですね。すねー、前半戦は DNA と変則の、えー、2連戦というか、火曜日と木曜日。火曜日が新潟で試合があって、水曜日、土曜日で、木曜日が、えー、横浜スタジアム。はい。え6連敗の後に、えー、金曜日に、えー、広島戦、菅野の高騰と、打線の爆発で解消し、連敗を止めた巨人でしたが、 先週の土日、2連敗で臨んだ火曜日の試合。うん、なんとなく嫌な感じだったんですけども。そうですね、流れがはがね。はい、まあ、菅野で勝って、田口も勝って、野上って、で、行ったら、もう流れ乗りそうなところは、やっぱり、えー、波に乗れなかった。うん、そういうところで、えー、火曜日、山口俊投手だったんですけど、えー、なんと、九9回。はい、関東13、133球。 14個の脱三振って、これね、なかなか14個って取れないですからね。あ<ー>まあ3対2でジャイアンツが逆転勝ちを収めたと。はいえー、3回ゲレーロの先制ホームラン。うん、うんあとは亀井が6回に、えー、逆転のツーランということですね。まあ、あのー、だいたい右が多い中で亀井が一人、あのー、左で存在感出してますからね。 ええー、まあ、火曜日投げるピッチャー、この山口野上っていうのは今年のジャイアンツのポイントになってるんですけど、はいえー、この火曜日6年生の頭、まあこあ、先週は5試合だったんですけど、6年生の頭になりそうなところで火曜日に勝ってくれるっていうのはチームは非常にいい状態になっていくかなっていう感じがしますね。すねはい、えー。この試合岡本が7試合ぶりのマルチヒットと、えー、4月12日から5番に座り続けてると、ま、こういう、 地道な、こう、マルチが、週末のバッティングに繋がっていくんだと思うんですけどね。はい、岡本選手、いい感じですね。そうですね。はい、だいぶいい感じで。そして、えー、1日置いて、19日は、えー、5対0でベースターズの勝ちと。はい、連勝はなりませんでしたと。まあ、ここはもう5番手、6番手のビッチャー。今週は、先週は大竹で行ったり、今回は吉川光雄で行ったんですけど、 立ち上がりね、いいボールだったのよ。あ<ー>力あったのよ。で,はい、で、2アウトランナーなしよ。筒号よ。うん、筒号からロペスに行って、宮崎行って、連打で、えー、3失点と。いきなりの3失点は、うん、厳しいかなと。そうですね。うん。まあ、えー、前回に続き、 ルーキー、東に8回途中まで無得点。はいうん、これ、東対策しないといい、チェンジアップ投げてますからね。アズね、ルーキーですからね。ルーキーなんですけどね、うん。ルーキーだから難しいっていうところもやっぱりあるんですかね。まあやっぱり対戦してないので、はい、球筋がわからない。うこうやって、あ、ここ水野さん喋るなとか、なんとなくわかるじゃないですか。<laughs> もう長いですから。ら長いとね。そうですよね。その辺が、とかもえ、ここで入ってくるのとか。残りはもう何秒しかないのに、また喋るのとか。 そういうのがルーキーの癖っていうのが、はい、球を見てみないとわからないっていうところがあるので、でも、えー、崩され方が、坂本とか小林の、あの、三振の仕方が、ちょっと全く合ってないのよ。<laughs> だからこれはちょっと心配ですね。それはどういう現象なんですか腕をね、パーンで早く振って、緩いボールが、球が来ない球が、いいんですよ。なるほど。タイミング合わないんですね合わないんですよ。は<ー>もう急激に、 同じ腕の振りで、球がなかなか来なくて来なくて、外に、こう落ちていくて感じなんですあ,であれっていう感じなんです、ね、届かないんですよ。へ<ー>うん。それ低め投げられると、結構もう、お手上げ状態になってしまうので、これは、えー、去年の浜口もそうだったんですよ。うん、左のチェンジアップ。はい、で、その前の、えー、今永,あ今永石田、はいはい、もう4年連続なんですよ。左ピッチャーずっと、 DNA 取って。で、2位の神里っていう外野手ライト、レギュラーですよ。こういう1 2のルーキーを見てるとジャイアンツ誰取ってんだよっていう感じになってしまうんですよね。よね最近本当にベイスターズ当たってますよね、ルーキー。そうなんですよ。ドラフトもそうですし、ね。ええー。まあ、ジャイアンツは、まあ何年か経ってっていうことはあるんですけど、即戦力っていうのは取るのはなかなか下手なのかなっていう感じがしますね。そうですよね。ルーキーがこうやって投げてるんですもんね、まあそうですね。 はい。そして。週末二日から金曜日からは甲子園で阪神との3連戦が始まりました。うん、初戦は8対2でジャイアンツが勝ちました。えー、開幕スカードで、えー、やられた上原が、うん、えー、果たしてリベンジできるのかというところですけど。菅野。あ野ね。はい、えー、どうしてもね19番見ると上原って言っちゃうんだよね。<laughs> そうですね。まあでも甲子園では過去11試合登板で1.29と抜群の安定感で。風吹いてるんで、はい、浜風をうまく使いながら、東京ドームみたいにありに、あの、一発打たれるってことはないですから、まあ菅野同士も、まあ点数も入っていきましたけど、余裕持って投げたかなと。で、えー、点数が空いたんですけども、9回113球、6アンダー、6奪三振。 無四球と。うん、まあ、二失点。余裕の関東ですね。えー、山口に続いてカード頭、えー、関東完おっきいですね。うん、だからこれで山口がい、関東して菅野がいって、はい、その次の日に、やっぱり、リリーフどんどんいけるんですよ。うん、それが、あの、沢村の高等になっていくんですけどね。ねえー、打っては11アンダー。2回小林が12打席ぶりのヒット。はい、小林がね、ねえ、うん。 まだ3割台後半ですからね。<laughs> そうですね。すごいですねいや。ここは頑張っていただきたいですね。あの WBC の時のように。ううそうですね。はい。はい。はい、そして21日土曜日は3対0でジャイアンツが勝ちました。はい。 5カードぶりにカード勝ち越し。そうなんですよ。うん、えー、開幕の時は2勝1敗、1> 次も2勝1敗行った後、3連敗3連敗して、ね、えー、苦しい戦いだったんですけど、この連勝で、えー、阪神戦の勝ち越し、勝ち越しが決まって、はい。えー、なんと言っても先発田口が5回3分の0で、えー、勝利投手と、えー、田口投手4試合目の登板で、今季初勝利。うん、もうね、5点取られても、 やっぱり勝ち投手になると違うのよ、先発ピッチャーって。で去年やっぱり13勝してるピッチャーだから、はい、早く勝ちをつけてあげたかった。だからもう、何の薬よりも効くんですよ、初勝利は。<laughs> ほっとすることが一番の。そうですね。<ー>えー、6回にもうまあ、ピンチを招いたところでベンチが即動いたあたりも、まあ、 その前のゲームの菅野投手が完投してくれてるので、はい、えー、沢村を思い切ってもう6回の途中から、つぎ込んでいった。で、6回、まあ満塁にしたんですけど、その後、はい、えー、後続を打ち取って、えー、6回、7回と、イニングまたぎで、抑えてくれた。うん、このあたりも、その前のゲームとか連投してきてる沢村だったら、イニングまたぎできないんですよ。そうですよね。で、それをね、沢村が、えー、2つ、イニングい,いけたっていうのは、 非常に大きかったですね。やっぱり関東って大きいですね。大きいです。で、8回はマシソン、9回はカミネロと。はい、えー、まあそうなってくると上原どうやって使うんだっていうところの上原の使い方が難しくはなると思うんですけど、ーえー、まあこれから点数が空いたところでちょっと一回球を見てね、あの、上原も絶対に沢村と同じように、あの、チームの苦しい状況っていうのを、まあ救ってくれる、えー、ピッチャーだと思うので。はい。 ええー、まあま、待ってたいなと思いますね。えー、打っては、えー、5番岡本、6番亀井のタイムリー。で、岡本のタイムリーと。3点目の岡本のタイムリーも実は大きかったかなと思いますね。えー、これで、えー、阪神に連勝と。そして昨日のゲームですね。はい。22日、日曜日は、はいえー、10対1でジャイアンツが圧勝しました。はい。 えー、今季初の、えー、ドイツカード3連勝と。うん、えー、3連敗2回やってますからね。ねえー、早くもう1回、ドイツカード3連勝やってほしいと思いますけど、うん。やっと乗ってきたっていう感じありましたよね、昨日のゲームは。そうですね。うん、えー、ドラフト2ルーキーの高橋春人投手が、えー、阪神の先発ピッチャーだったんですけど、左ピッチャーで、初物で、というのはもうジャイアンツもう、最も苦手なパターンなんですよ。うん、はい。 それが、ええー、もう、とは早めに捉えて、最初に点取られたんですけど、ええー、岡本が4回に勝ち越しタイムリーと、ええー、5回にはセンターへ、バックスクリーンへ、スリーランホームランと、ええー、この試合で阪神戦、今シーズン6試合で24打数、10安打、ホームラン3と、13打点と、 阪神にはもう岡本一人で勝ってるような感じですね。本当ですね。阪神戦強いですね。そうですね。いや、もう、まあ阪神戦以外もね、岡本もだいぶこうやって数字がついてくれば、えー、よくなるんじゃないかなと思いますけどね。えー、投げては、えー、野上が8回、えー、1失点ということで、の、阪神戦に次いで2勝目と。はい。 だから中日も広島に3連勝して、上と下がぐっと詰まって、うん、で、昨日ヤクルトが DNA に勝ったので、1位から今、4位が同率4位で、えも巨人と中日とヤクルトが並んでるんですけど、1、2>, はい、1> 2、3位も詰まってきて、これで DNA と広島が、 明日から試合やるんで、うん、まあどっちが勝ちっぱなしってことはないと思うので。なるほど、割と団子ですね。団子になっていくんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあそのあたりを、えー、ワンブレイク挟んで、えー、話していきたいと思うので、えー、ちょっと変則になってまして、はい、明日が長野、で、明後日が前橋と、中日と2連戦 2>、うん、それで、えー、2日間はくんだよね。 そうですね。9連戦。木、金と。2日間空く。珍しいですよね。そうですね。で、土曜日から、えー、土曜日と日曜日と、振替休日。ね二十八日。ゴールデンウィークの9連戦。9、あ、9連戦。そうです。あ、そう。二十八からずっと。へー、そうか。9連戦大変ですね。一二三もあるんだ。二十九日は、何の日出しだっけ 緑の日。昭和の日。で、30日は何の日ですか昭和の日の繰り、あの、繰り返繰り、繰り越し休日。あの、振り返休日。あ、振り返休日。で、1日2日が、何もなくて、3日が、子供の日。8月。8月。えっと、 こうく、え、けん、ぽ、ぽ、きん。で、四日が緑の日。はい。あ、で、五日が子供の日。ね。もう、本当やだ。私もいいかげんにしよう。あ、おとしさ、言ってるのにね。本当ですね。私も学習能力ないな。本当に。すいません。失礼しました。長野は、山口で行くでしょうはい。えー、明日二十四日。はい。で、25日が、 誰だろうなうーん。先週は、吉川光雄で言ってるんだけど。ちょっとね、ひどしでしたもんね。宇都宮も投げてるんだよね。大竹は落ちたまんま。うーん。で、二日空くんですよね。で、はい、30日、えー、28日のヤクルト戦の頭がもう、菅野ですよ。そうですね。菅野、えー、田口、田口野上。はい。で、1日、広島戦が、 え、山口が戻ってこれると。うんで、これで、もう二日からですよ。二日三日が、またちょっと、わからなくて。で、菅野田口野上と。四日の DNA 戦から。そうですね。うん。うーんゴールデンウィーク、長いですね。長いね、九連戦。<laughs> ちょっと、前半の山になりそうだね。そうですね。ここで、いろいろ疲れとかもね、あるでしょうし。うあと、外ですもんね、球場がずっと。 そうですね。はい。いやいや、えっと、最初はね、東京ドーム。最初は東京ドーム。うん。あとは、横浜スタジアム。あとは、横スタジアムですね。4月19日に、上半身のコンディション不良で出遅れていた巨人のドラフト1位ルーキー、桑原拓也。えイースタンリーグロッテ戦に先発して、4回3分の1を91球。3安打4四四球、4失点、自責点2と。うん。最速149キロをマークした。早い。 えー、当番後のインタビューがあるんですか、はい、今、この結果が、まあ、自分の実力なんだなと思いますしまだまだあの、まあ、精神的にもあの技術的にもまだまだだと思うので、まあ、これから徐々に、えー、その精度っていうのを上げていけたらなというふうに感じました。まあ、やっぱりあの落,ちる落ちる系の球をあ、まあ、試してみてみ あの有効的に三振も空振りも奪ったんで、まあ、そこはまあ一つ収穫かなと思います、まあ、最初はやっぱりその初回は緊張とか先頭、まあ、あっていうのを抑えないといけないっていういろん,んな重圧もあって先頭を出してしまったんですけど、まあ、あと2回以降はまあ相手を気にすることなく自分のピッチングをできたかなというふうに思います。いやでもまあ緊張しててるからといって まああいうプレー僕のエラーミスで1点与えてしまったりその後、まあと、打たれてしまったりというのは、まあ、上に行ったら通用しないですし、まあ、その緊張感のある中で結果を残さないといけないと思っているので、まあ、まず1つ勉強というか次は同じことを繰り返さないようにしないといけないなと思いました。 はい、ということで、エクハラ投手の声を。まあ、でもな、一試合でいきなり連休呼ぶのは危険なような気がするけどね、もうあと2、3試合、うもう夏からで去年のね、畑投手のような感じで十分だとは思うんですけどね、え斎、ー、藤投手総合コーチは段階を踏んでいるので、こちらは非常に期待していると、いい調子になって一軍に呼べる状態になればということですけどね。はい。 うん、ちょっと、それだったら、21日 E3 で、楽天戦6回73球、無失点、うつみ。うん、ね。これはうつみは1回は来るでしょう。ああ、そうですか。うん、うん、と思いますよ。1回チャンスやんないと。そうですよね。このまま何もないっていうんじゃ、かわいそうだなぁと思うなぁ。でもね、2>, 2軍戦でもじわじわ来てますからね。いやね。昨日の打線見てると、打ってくれるんですよ。はい、だから、5回、 3点でも大丈夫。うん5回3点でも勝てる。なるほど。で、あの、昨日もゲレーロ一発出てきてるように、はい、もうマギーとゲレーロが3割に到達したら、もうとんでもない打線になる。もうとにかく守りってことですよね。守り。はい。で、これで吉、吉川まで、もうバンバン打つようになってきたら、うもう吉川1番でもいい。あ<ー>そしたら去年昨日したマギー2番でもいい。そしたら坂本3番。うん、はい。だ4番ゲレーロ。 で、5番岡本。うん、もうすんごい得点力がアップすると思うんだよね。ねしかも若手がいっぱい。そうなんですよ。うん、で,で、まだ小林が、ね、使わざるを得ないって言ってるんですから、死能、ね、人が。あの小林のバッティングで。うんうん、もう、か、オープン戦でもう、ほんと見捨てて、もう大城、半分の大城で行くって。はい、多分。 高橋監督も村田ヘッドを思ってたと思うんですよ。うそしたら開幕して小林がこんだけ打つとはね、やっぱキャッチャーが打つっていうのは。大きいですね。8番のキャッチャーが打つのは大きいね。そうですね。これはもうどこまででも、えー、小林ね。そしたらリードも多分冴えてくると思うので。はい。ぜひ、えー、小林、えー、頑張ってもらいたいなと思いますね。はい。はい。 日,日曜日は、はいえー、10対1でジャイアンツが圧勝しました。今季初の、えー、ドイツカード3連勝と、えー。3連敗2回やってますからね,ね、えー。早くもう1回ドイツカード3連勝やってほしいと思いますけど、うん。やっと乗ってきたっていう感じありましたよね、昨日のゲームは。そうですね。えー、ドラフト2位ルーキーの高橋春人投手が、えー、阪神の先発ピッチャーだったんですけど、左ピッチャーで初物で、 というのはもうジャイアンズもう最も苦手なパターンなんですよ。うんはい、それが、えー、もう、とは早めに捉えて、最初に点取られたんですけど、えー、岡本が4回に勝ち越しタイムリーと、えー、5回にはセンターへ、バックスクリーンへ、スリーランホームランと、えー、この試合で阪神戦、今シーズン6試合で24打数、10安打、ホームラン3と、13打点と、 阪神にはもう岡本一人で勝ってるような感じですね。本当ですね。阪神戦強いですね。そうですね。いや、もう、まあ阪神戦以外もね、岡本もだいぶこうやって数字がついてくれば、えー、よくなるんじゃないかなと思いますけどね。えー、投げては、えー、野上が8回、えー、1失点ということで、の、阪神戦に次いで2勝目と。はい。 だから中日も広島に3連勝して、上と下がぐっと詰まって、うん、で、昨日ヤクルトが DNA に勝ったので、1位から今、4位が同率4位で、えも巨人と中日とヤクルトが並んでるんですけど、1、2、3位も詰まってきて、これで DNA と広島が、 明日から試合やるんで、うん、まあどっちが勝ちっぱなしってことはないと思うので。なるほど、割と団子ですね。団子になっていくんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあそのあたりを、えー、ワンブレイク挟んで、えー、話していきたいと思うので、えー、ちょっと変則になってまして、はい、明日が長野、で、明後日が前橋と、中日と2連戦 2>、うん、それで、えー、レギュラーですよ。 こういう1、2のルーキーを見てるとジャイアンツ誰取ってんだよっていう感じになってしまうんですよね。よね最近本当にベイスターズ当たってますよね、ルーキー。そうなんですよ。ドラフトもそうですし、ね。ええー。まあ、ジャイアンツは、まあ何年か経ってっていうことはあるんですけど、即戦力っていうのは取るのはなかなか下手なのかなっていう感じがしますね。そうですよね。ルーキーがこうやって投げてるんですもんね、そうですね。 はい。そして、週末、二日から金曜日からは甲子園で、阪神との3連戦が始まりました。うん、初戦は8対2で、ジャイアンツが勝ちました。えー、開幕スカードで、えー、やられた上原が、うん、えー、果たして、リベンジできるのかっていうところですけど、菅野。あ菅野ね。はい、えー、どうしてもね、19番見ると上原って言っちゃうんだよね。<laughs> そうですね。まあでも甲子園では過去11試合登板で1.29と抜群の安定感。で、風吹いてるんで、浜風をうまく使いながら、東京ドームみたいに安易に、あの、一発打たれるってことはないですから、まあ菅野同士も、まあ点数も入っていきましたけど、余裕持って投げたかなと。で、点数が空いたんですけども、9回113球、6アンダー、6奪三振。 無四球と。うん、まあ、二失点。余裕の関東ですね。えー、山口に続いて、カード頭、えー、関東大きいですね。うん、だから、これで山口がい、関東して、菅野がいって、はい。その次の日に、やっぱり、リリーブどんどんいけるんです、うん、それが、あ,あの、沢村の高等になっていくんですけどね。ねえー、打っては11アンダー。2回、小林が12打席ぶりのヒット。はい、小林がね、ねえ、うん。 まだ3割台後半ですからね。<laughs> そうですね。すごいですね。いや、ここは頑張っていただきたいですね。あの WBC の時のように。ううそうですね。はい。はい。はい、そして21日土曜日は3対0でジャイアンツが勝ちました。はい。5カードぶりにカード勝ち越し。そうなんですよ。うん。えー、開幕の時は2勝1敗。1> 次も29日は、えー、5対0でベイスターズの勝ちと。はい。 連勝はなりませんでしたと。まあ、ここはもう5番手、6番手のビチャー。今週は、先週は大竹で行ったり、今回は吉川光雄で行ったんですけど、立ち上がりね、いいボールだったのよ。あ<ー>力あったのよ。で,はい、で、2アウトランナーなしよ。筒号よ。筒号からロペスに行って、宮崎行って、連打で、えー、3失点と。いきなりの3失点は、 うん、厳しいかなと。そうですね。うん。まあ、えー、前回に続き、ルーキー、東に8回途中まで無得点。はい、これ、東対策しないといいチェンジアップ投げてますから、ね、そうですよね。 ルーキーですからね。ルーキーなんですけどね、うん。ルーキーだから難しいっていうところもやっぱりあるんですか、ね、まあやっぱり対戦してないので、球、はい、筋がわからない。うこうやって、あ、ここ水野さん喋るなとか、なんとなくわかるじゃない <laughs> もう長いですから、ね。長いとね。そうですね。だからその辺が、とかもえ、ここで入ってくんのとか。残りはもう何秒しかないのにまた喋るのとか。 そういうのがルーキーの癖っていうのが、はい、球を見てみないとわからないっていうところがあるので、でも、えー、崩され方が、坂本とか小林の、あの、三振の仕方が、ちょっと全く合ってないのよ。<laughs> だからこれはちょっと心配ですね。それはどういう現象なんですか腕をね、パーンで早く振って、緩いボールが、球が来ない球が、いいんですよ。なるほど。タイミング合わないんですね合わないんですよ。は<ー>もう急激に、 同じ腕の振りで、球がなかなか来なくて来なくて、外に、こう落ちていく感じなんですあ,であれっていう感じなんです、ね、届かないんですよ。<ー>うん。それ低め投げられると、結構もう、お手上げ状態になってしまうので、これは、えー、去年の浜口もそうだったんですよ。うん、左のチェンジアップ。はい、で、その前の、えー、今永,あ今永石田、はいはい、もう4年連続なんですよ。左ピッチャーずっと、 dna 取って。で、2位の神里っていう外野手ライト。さあ、先週のジャイアンツは4勝1敗という結果でした、ねうん。やっと落ち着いてきたかな当そうです、ね、という感じですね。えー、前半戦は dna と変則の、えー、2連戦というか、火曜日と木曜日。火曜日が新潟で試合があって、水曜日、同日で、木曜日が、えー、横浜スタジアム。はい。えー、6連敗の後に、えー、金曜日に、 えー、広島戦、菅野の高騰と打線の爆発で解消し、連敗を止めた巨人でしたが、先週の土日、2連敗で臨んだ火曜日の試合。うん、なんとなく嫌な感じだったんですけども。そうて、ね、はね。れはい、まあ、菅野で勝って、田口も勝って、野上って、 で、行ったら、もう流れに乗りそうなところは、やっぱり、えー、波に乗れなかった。うそういうところで、えー、火曜日、山口俊投手だったんですけど、えー、なんと、うん9回。はい、関東、133球、14個の脱三振って、これね、なかなか、14個って取れないですからね。あ<ー>まあ、3対2でジャイアンツが逆転勝ちを収めたと。はい えー、3回、ゲレーロの先制ホームラン。うん。うん。あとは、亀井が6回に、えー、逆転のツーランということですね。まあ、あのー、大体右が多い中で、亀井が一人、あの、左で存在感出してますからね。ねはい。えー、まあ、火曜日投げるピッチャー、この山口野上っていうのは今年のジャイアンツのポイントになってるんですけど、この火曜日、6年生の頭、 まあ、こう、先週は5試合だったんですけど、6年生の頭になりそうなところで火曜日に勝ってくれるっていうのは、チームは非常にいい状態になっていくかなっていう感じがしますね,すね。はい。えー、この試合岡本が7試合ぶりのマルチヒットと、えー、4月12日から5番に座り続けてると。うんまあ、こういう地道なこう、マルチが、はい。週末のバッティングに繋がっていくんだと思うんですけどね。はい、うん。岡本選手いい感じですね。そうですね。はい。だいぶいい感じで。 そして、えー、1日置いて、15勝1敗行った後、はいはい、3連敗3連敗して、ね、えー、苦しい戦いだったんですけど、この連勝で、えー、阪神戦の勝ち越し、勝ち越しが決まって、はい、えー、なんと言っても先発田口が5回3分の0で、えー、勝利投手と、えー、田口投手4試合目の登板で、今季初勝利。うん、もうね、5点取られても、 やっぱり勝ち投手になると違うのよ、先発ピッチャーって。で、去年やっぱり13勝してるピッチャーだから、はい、早く勝ちをつけてあげたかった。だからもう、何の薬よりも効くんですよ、<laughs> 初勝利は。ほっとすることが一番の。そうですね。へ<ー>えー、6回にもうまん、まぁ、えピンチを招いたところでベンチが即動いたあたりも、まあ その前のゲームの菅野投手が完投してくれてるので、はい、えー、沢村を思い切ってもう6回の途中から、つぎ込んでいった。で、6回、まあ満塁にしたんですけど、その後、はい、えー、後続を打ち取って、えー、6回、7回と、イニングまたぎで、抑えてくれた。うん、このあたりも、その前のゲームとか連投してきてる沢村だったら、イニングまたぎできないんですよ。そうですよね。で、それをね、沢村が、えー、2つ、イニングい,いけたっていうのは、 非常に大きかったですね。やっぱり関東って大きいんですね。大きいです。で、8回はマシソン、9回はカミネロと。はい、えー、まあそうなってくると上原どうやって使うんだっていうところの上原の使い方が難しくはなると思うんですけど、えー、まあこれから点数が空いたところでちょっと一回球を見てね。あの、上原も絶対に沢村と同じように、あの、チームの苦しい状況っていうのを、まあ救ってくれる、えー、ピッチャーだと思うので。はい。 えー、まあ、ま、待ってたいなと思いますね。えー、打っては、えー、5番岡本、6番亀井のタイムリー。で、岡本のタイムリーと。3点目の岡本のタイムリーも実は大きかったかなと思いますね。えー、これで、えー、半身に連勝と。そして昨日のゲームですね。はい。